ートの地点にお魚キラーを仕掛けて、なんか小魚が取れないかまた試してみたいと思います。日本からねこのお魚キラー持ってきたんでね。餌はオキアミ、このオキアミエビちゃんね、みんな好きだろうからエビちゃんを仕込んでね。これでちょっと半日ぐらい仕掛けて何か取れないか試してみます。ありがとうございました。どうですか渓流。忍者忍者ニンニン。よいしょ。さあ朝仕掛けたお魚キラーに何か入ってるでしょうか。ちょっとこれからですね引き上げてみたいと思います。罠に、おお、いいところになんかかかっちゃってない。大変なことが終わっております。うふこっち側でもダメか。木の枝かな、ジュリジュリって結構強いロープだと思うんだけどな。まずいわ、ど真ん中入っちゃったの。嘘。取れた。さあカニとか取れてっかな。お、小魚入ってない。おお、入った。あ、入ってる入ってる。なんだ、罠にかかったぞ。なんだこれ、なんこれ。うおー、すげー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 。おお、映ってる。映ってます。お魚キラーに謎の、よいしょ。おお、きれい。はい、お魚キラー初の獲物は何でしょうか。これなんすか。わかりません。イエーイ。黄色い目してる。ねえ、違う、ゴミがついてる。こんな魚、へえ。ありがとうございますって感じだね。ヒレが強いね。かなり強い。ヒゲ生えてるか。コイ科の魚かな。あ、かもね。カープだろう。あ、コイって言われたらコイに見えてきた。系の何かだよね。はい、じゃあそろそろ逃がしたいと思います。はい、ありがとうございました。センキュー。センキュー。他は何かいる。エビとかだよね。エビいるかも。とりあえずこいつを。いないね。おい、このまま持ってってこのまま輸送すっか。海釣り場で。はい、じゃあ淡水の部は謎のカープが取れたっていうことで。忍者は作戦成功ですね。作戦成功です。